コンサートに、はい、あ、日本語はとても上手ですね。コンサートに行きたくても行けないたくさんの方から、はい、もうおはがきいただいたんですけどもね、まずレスリーさん、ソロになっての抱負、感想はいかがですか？ Well, the biggest feeling about this new album all washed up having control of my 大きい自分の期待、気持ちっていうのはこの間でソロになって初めてでしました。 It's the most important thing. ソロアルバムのタイトルに表れているような All washed up、 僕はまたやり抜くぞ、そういうやり抜くさ、はい、ね、やる気満々っていう感じですか、ね、はい、もう本当衣装もなんかやる気満々ってとっても変わってますね。これはどういう意味があるんでしょう？Yes, this is a little thing I threw together. No, it's the way I want to look. It's a projection of my personality. これはまさに僕自身を表したの、こういうふうにありたいっていう衣装です。自分でデザインなさったということですか？はい、どうぞ。そうですか。はい、どうぞ。しっかり見守ですね。それではファンの方にレスリーさんからカメラに向かってメッセージ一言お願いします。Do my friends well. This camera here? Well, I've heard that a lot of you weren't able to get tickets. I'm very sorry for this. コンサートに来られなかった皆さん、本当に僕はそれ残念だと思いますけれども。But I'm looking forward to seeing everybody in Osaka, Nagoya, and Fukuoka. だけどこれから大阪、名古屋、福岡に行きますから、その地域でお目にかかれる皆さん、待っててくださいね。皆さんを愛してます。皆さんを愛してます。日本はとても上手ですね。はい、ありがとう。コンサートが、ね、非常に楽しみなんですけどもね、はい、レスリーさんはこのままここのスタジオで情報部見ていってくださいね。25分間見ててくださいね。はい、イエス、本当に enjoy。 はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、もっともっとレスリーさん見たい方は29日のレッツゴーヤングに出演しますのでね、お楽しみに。ではさて、レスリーさん見てください。似顔絵をね、情報部に送っていただいたんですよ。そっくりなんですよ。どうですか、ね、明日から名古屋、大阪、福岡とコンサートを開きまして、はい、そして先ほども言いましたけども、そのコンサートに行けない人は29日の、レッツゴーヤング、ぜひ見てください。ぜひ見てください。はい、本当にどうもありがとうございました。どうもありがとう。握手をするとファンの人に嫌われちゃうかな。代表して、どうも。どうもありがとうございました。